ここが今の市場ですか？記憶にあったのはだいぶかけ離れていますね。町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため、自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので、暇つぶしや気分転換をする必要もありません。なあ、どうする？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか？どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど。まあいいか、そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。って待てよ、まさかエイもモラがないってことはないよな？もちろん持っていませんよ。一心浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。しかし、どうして私もなんでしょう？皆さん規律正しく過ごしているようで。ここの屋台は何を売っているのでしょうか？見たこともないものですね。将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので、少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますか？もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと牛乳とか。あ、その中に牛乳が混じってるなんて、なんか変だな。あなたの感じ取った変は僕がわざとつけた特色なんです。城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。例えば僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょ。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日、友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。
しかし僕にとってもその量は多く、でちょうどその時僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして。偶然からなるもの面白いですね。私にも一杯いただけますか？将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。甘くて美味しいです。それともっちりとした食感も不思議な飲み心地ですね。そうだな、飲み物は飲んでるのになんか食べてる感じだ。おかゆみたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。え、よくないんですか？どうして？その実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。いえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか？皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは至極当然なことです。人間は皆甘いものが好きだと聞きました。私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょう。巫女もそう言っていました。はあ、やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。そういえば以前巫女が言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか。それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ、いろんなものを見てみよう。将軍様直々に八重堂にいらっしゃるなんて、何か重大な伝達事項でも？いえ、そんなにかしこまらず、ただ見に来ただけです。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか？それとも出版規範、もしくは消防問題など？読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ、何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、
同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り理解できないということはありませんよ。それはそうですが。大丈夫だ。理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました。では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について、名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは。設定は何に使われるのですか。事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか。それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか。ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。あ、こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。わかりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすらわからなくなってしまいますね。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。そんなのありかよ。ちょっと見ただけだけど、この女の子は小さい頃から主人公のことが好きで自分の全てを捧げてたみたいだぞ。そうだな、彼女の思いが無駄になったらダメだ。物語は結構面白そうだけど、エイはこういう一般人の恋愛は理解できるかな。題材まであるのか。道理で黒田が怖がってたわけだ。この物語はエイに聞かせない方がいいと思うぞ。作者が責任を問われるかもしれない。もし誰かがオイラになってオイラがやらないようなことをたくさんやったら、なんか変な感じがしちゃうだろう。
変なやつだな。どうして娯楽小説作家にこだわるんだ？そんなにすごいんなら部の道で楽々1位になれるだろう。それもそうだな。願いを最後まで貫ける人ならエイの心にも響くはずだよな。やっと読み終わったな。頑張ってエイに聞かせてやろう。その顔からしていい物語に出会えたみたいですね。今のリーゆえに暮らす者の心はこんなにも複雑なのですか。それに対して主人公は自らの才能を直視したくないようですが、稀に見る正義感の持ち主でもありますね。今はどこにいるのでしょう。稲妻へ来るつもりはありますでしょうか。ぜひ奉行衆に彼を招いてもらい、彼と一勝負してみたいものです。これは架空の人物だから現実には存在しないぞ。それよりも注目すべきなのは悪役の方だろ。ああいう悪どいやり方をした奴らに対して何も思わないのか。悪役？あの愚かな人たちのことですね。悪者であれば最後に裁きを受けるのも自業自得でしょう。どうやらエイは脇役に全然興味ないみたいだな。エイは八重堂の娯楽小説に対して何か感想はあるか。オイラたちの選んだ物語はどうだった。好みに合うものだったか。具体的な内容よりも物語から感じ取れたのは時間が稲妻に残した痕跡です。私が一心浄土に長く居座ると決めた頃はまだ八重堂というものはありませんでした。ましてやこのような物語の存在も。将軍は私の意志に従い永遠の国を作ろうと最善を尽くしました。この国に変化が起きるはずがないのです。ですが今食べ物も物語もすでにだいぶ違ったものになっています。その考えには同意できません。もし私たちがまだ一心浄土にいればきっとそう答えていたでしょう。しかし事実が目の前にある今、その現状に異を唱えるわけにはいきません。お前に新しい考えを持ってもらおうって考えたからこそ外に誘ったんだ。記憶とは違うものみたいだけど、みんな今の生活を楽しんでる。これはきっと間違いじゃないはずだろ。ええ、その通りですね。私は変化の一切に慎重な態度でいましたが、永遠を追い求めたいと思ったのは決して人類の進歩を止めようとしたからではありません。あなたたちの誘いを受けて本当に良かったです。それはあなたがこういうことに慣れているからですよ。私にとって今回の旅は相当価値のあるものでした。たくさんのことを拝見し、たくさんのことを考えられました。いくら褒めたたえても、いくら振り返っても足りないほどです。そうだな。エイが楽しめたのなら、記念となるものを残した方がいいもんな。撮影？一体どうしてそう、私が聞いたことのない言葉ばかりが現れるのでしょう。大丈夫だ。オイラたちについてきてくれ。景色のいい場所に行けばオイラたちが何をしたいのかきっとわかるぞ。いやダメだ、当然の時にはおかしなものを突然つけ